しかし古代の人のこだわりっていうのはだいぶ違うんですね。なぜかですね、非常にこう質を気にしていて、本当に上質の石灰岩だけが採掘されているということがいろんな調査で分かっています。そしてエジプトの場合ですね、数字細かくて後ろの方ご覧にならないかもしれませんけども、これは基本的に青い丸がですね石灰岩の採石場なんですが、見事にですねこの辺から北にはほとんどないんですね。断片的にもちろんこのサッカラとかそれにありますけども、ここからこれが実は我々が調査している遺跡のすぐ近くです。我々の遺跡はだいたいこの9から10ってこの辺なんですけども、ここからだいたいそうですね100キロちょっとぐらいでしょうかね、この辺ぐらいまで、この中エジプト現在のそのミニアからソファーグ、この辺りだけに集中してるんです。他でもあるんですよ、石灰があるないわけじゃないんです。だけどもこの間の石灰岩を古代の人たちは集中的に採掘していたんですね。そして我々の遺跡はそのいわゆる石灰岩地帯の一番北に位置しているということになります。そしてこちらが先ほどからお話ししているアコリスの遺跡なんですが、その周りにも採石場があるんですけれども、先ほど言いましたように九州大学の建築士の先生とですね、一緒に調査をしていて、彼らはですね、すごいなと思ったんですけども、彼らというかあそこは学生さんは大体みんな女の子なんですけれども、来るとですね、我々はここで調査しているんですが、その先生に率いられた九大の女の子たちはもう完全武装でですね、日焼けしないようにこの砂漠を延々と当時歩いていたんですね。歩いて何してるのかっていうと、採石の痕跡はないのかと。そして、ここからだいたい10キロぐらい行ったここのところでですね、とんでもなく大きな古代の採石場があるぞと。でしかもですね、そこにギリシャ語らしいものが書かれているというんです。で僕はそんな採石場とかにそんなギリシャ語が書かれてるなんてことはありえないだろうと、当時はまだそういうことも全然勉強もしていなかったので、なんかどうせ落書きかなんかじゃないというふうに思っていたんですね。で、実際その建築の学生たちもギリシャ語を勉強してるわけじゃないので、そのギリシャ語みたいに見えるんですけどとか言ってるだけでしたので、本当かなと思って、2003年です、初めて、この場所行ってみました。これもうちょっとアップしてみたいと思うんですけども、ここにはですね、実はとっても不思議な遺構があるということは、これは他のドイツの研究者がですね、気がついていました。この部分なんですけれども、ちょっと視力検査みたいですが、下向きの U の字みたいなものが見えると思うんですけども、ここにですね、巨大なこうファラオの像を切り出そうとした、で途中でやめてしまった、ブロックがあるということにですね、ドイツのある研究者が気がついていて、ちょっと本に報告もしていました。そして、その近くにですね、採石場があるということを言っていて、そして旧大の女の子たちはこの辺行ってですね、ギリシャ語があると、先生ギリシャ語ありますと盛んに言うわけですね。それで半信半疑で、行ってみたところ、これからお話しするような、これがですねプトレマイオス朝の時代の一大採石場であるということが判明しました。ちょっと全体だけ見ておくと、こちらが少し黒いところがナイルの沖積平野です。そしてそこからこう岩石砂漠が立ち上がってるんですけども、そこにですねこういうふうにほぼ一直線に谷が走っています。そしてなんとなくこう等高線が見えると思うんですけれども、それとですねこの谷のラインは全然一致してなくて、そういう自然地形をちょっと無視する形でまっすぐこう谷が掘られています。そしてこちら側が実は石灰岩の採石によって形成された、おそらくですね何にもないところ、これからその谷の様子をお見せしますけども、
ごく普通の岩石砂漠であったところをどん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 こう石灰岩を取っていった結果、最終的には大きな峡谷のようになってしまっているという、まあ、そういう感じのところです。先にちょっとこの未完の巨像の話をしたいと思うんですけれども、こちらがですね、あ、ごめんなさい、こちら平面図、今と同じものです。これはどういうものかというとですね、行ってみるとこういう岩盤に溝が走っています。もうちょっと溝を今覗き込んでいますけど、溝の幅はこれぐらいしかありません。次のスライドで私は中に立っていますけども、本当に狭い溝がですねこう走っています。ところがこの溝、深さどれだけあるかというとですね、9メートル、この幅で、これぐらいの幅で9メーター垂直に落ちています。そしてこちらがその平面図なんですけど、この溝が全部そうです、ほぼ9メーター下まで掘られているんですけども、だいたい20メーターぐらいですね。そしてその表面、あまりなんとなくこう分かると思いますけども、浅い線でこうスケッチみたいなものが掘られています。そしてそれを書き起こしたのがこちらなんですね。こっち側が頭で向こうの方が足になりますけども、明らかにですねこういう高さ20メートルぐらいのこう王の像をですね切り出すために、このブロックを取ろうとしてやめてしまったという、そういうものです。そしてこれは初めにこの存在を報告したドイツの研究者はですね、新王国時代のアメンヘテプ3世の像であるというふうに推測していました。これまあ理由が2つあって、一つはやや眉唾な気もするんですけど、顔がアメンヘテプ3世に似てると言ってもファラオの像、新王国時代のファラオの顔なんてもう大体みんな一緒ですのでうんと思うんですが、もう一つの理由はまあそうかな、つまりこれだけの高さ20メートルのファラオの像なんかを作らせるのは、まあアメンヘテプ3世かラムセス2世かそれぐらいだろうと、つまり新王国時代でなければありえないだろうというのがそのドイツの研究者の推測だったんですね。ところが実はですね、このタイトルにあるようにこれはプトレマイオス朝の時代のものです。こちら横から見ているところですね、同じようにこう溝がここのところにありますけども、こっちが頭でこっちが足ですが、まあ、ちょっとこの向きだと見えないですけども、まあ、こういう形で掘り出そうとした石材です。上はこれ断面図です、まあ、こういう形でここのところにファラオの姿が表面に掘ってあるわけなんですが、およそ9メートル地下まで溝が掘られていて、さらにですね、さらにその下がですねこう掘られているんです。これ実はですね何箇所かこうつながったところもあるんですけども、ほとんど宙に浮いてる状態なんですね。でこう見ていただくと、こんなのなんかガラッときたらもう上からこうドシンといって終わりじゃないかって、うちの学生が下に潜ってますけどもこの子は潰れたら僕は一体どうしたらいいんだろうという感じなんですが、こういうですねとっても不思議な、もう本当に大きなブロックを取ろうとして、もうほとんど出来上がってるのに掘り終わってるのになんかやめてしまったという、そういうものです。そしてこれがじゃあなぜ新王国時代じゃなくて、プトレマイオス朝の時代のものであるというふうに言えるのかというと、この左下の写真で女の子が見上げていますが、この地下の部分です、ここだけです、この地下の部分の天井面ですから、ここですね、このブロックの一番下の面、この上に見えているこの面です。ここにたくさんいろんなことが書かれているんです。この右側を見てください。明らかにですね、ギリシャ語なんですね。これA ですし、ガンマですし、九州大学の女の子たちはまああんまりこう自信がなくて、でもアラビア語でもないしヒエログリフでもないし、だからギリシャ語だろうと言っていたんですが、まあ、確かにこれギリシャ語です。下はですね、プトレマイオス朝の時代にエジプト人が普通に使っていたデモティックというエジプト語です。こっちはエジプト語なんですけども、こっちはギリシャ語だと。そしてデモティックもですね、これエジプトでは紀元前7世紀以降にこう使われるようになった文字ですから、
新王国時代、つまり紀元前15世紀とか14世紀とか、そんなものでは絶対ありえません。でギリシャ語はもう言うまでもなく、そうですね。そして明らかにこれはですね、プトレマイオス朝の時代のものであると。そしてこのすぐ近くの採石場とですね、石の掘り方全く一緒ですので、もうこれは掘り方から言っても、残されているこういう字から言っても、新王国時代なんかでは全然なくて、プトレマイオス朝のものだということは確実です。で私が今立ってますけども、こうまっすぐこう立てないぐらいですね、ちょっと肩をこう横にしないと立てないぐらいの幅で、どうやって10メーター近く掘っていったんだろうと、これはちょっと想像ができません。でしかもさらにその下をこうくり抜いて掘り、もうちょっとこの辺は古代の人は何考えてるのかよく分かんないですね。でまあこれがですね、まあ、きっかけになって、この南側にこのような形で、谷が伸びていて、ちょっともう一回地図を見ますが、こちらがそのミカンの巨像ですね。でそのすぐ南の方にこういう形で谷があるんですけども、この谷を調査してみようということになりました。ところがですね、初めてその2003年に行った時には、何時ぐらい、10時ぐらいに行ったんですかね、あの日が昇ってからここへ行ったんです。で日が昇るとですね、見ての通り、こう石灰岩、まあ、だいぶ風化はしていますから真っ白じゃないですけども、こう白茶けたところなので、照り返しが激しくてほとんど見えないんですね、石の表面よくこう眩しくて。だからその時にはあんまり気がつかなかったんですけども、もっと早い時間、日が昇る前ぐらいの時間に行くとですね、ちょっと驚くようなこう光景が目の前に広がるんです。それは何かっていうと、こういう垂直の壁面がたくさんありますよね。こういうところにたくさんのギリシャ語が書かれているんですね。それが昼間になるともう不思議なぐらい見えないんだ。分かってる、ここに朝見えてたんだからあるはずだと思っても、昼になってまして直射日光当たったら全く見えないです。不思議なぐらいですね、たくさんの字が書かれているということが分かりました。でちょっとこの採石場の様子を見ていただいていますけども、あのこの谷を見るとですね、いくつかのところでこう出っ張っているところがこうあるんですけども、これはですね、あの自然の亀裂が、フィッシャーが走っているところです。古代の人たちは当然ですね、ある程度の大きさの石材を取る都合上、この亀裂があるところを避けて取ってるんですね。逆に言うと、ここのところは全く亀裂ない。そしてあのこう横穴がこう見えていますけども、なかなか独特のこう石の取り方をしていて、後でまたちょっと違うスライドも出てきますけども、基本的にはまず横穴を掘って、壁面に横穴を掘って、で亀裂とかがないことを確認してから、その両側と奥にさっきと同じような細い溝を掘って、最後下も溝を掘って、でこうブロックを出すというですね、そういう非常に面白いこう石材の取り方をしているということが分かりました。